はい、どうも、皆さん、こんにちは、小平でございます。ということで、今回なんですけれども、先日12話が放送されましてね、12話ね、めちゃめちゃ神回だったってことはね、もう前回の動画でね、話しましたので、これ以上はね、話しませんけれども、次はですね、13話のことですね。はい、スクールアイドルフェスティバルということでね、みんなで叶える物語、ね、あれでスクールアイドルフェスティバルって読むのね、なかなかラブライブらしいね、最終回となっておりますけれども、13話ね、最終回でございますけれどもね。そんな最終回をね、もう直前に控えてね、今後どうなるんだと、虹ヶ崎はね。例えば2期あんのかとか、やらないとか、いろいろありますけれども、その辺も含めてのですね、今回雑談となりますけれども、動画のね、タイトルにも書いてあるかと思いますけれどもね、新メンバー、今はあんま新メンバーって言いませんけども、10人目のメンバー、三船しゆり子ちゃん。彼女、テレビアニメで出るんですかっていう、ちょっとそこがね、多分ね、気になってる方結構多いと思うんですよ。今回はですね、ちょっとそこについてね、お話をしていきたいなと思います。はい。まずですね、13話になったじゃないですか。まずですね、13話放送されるじゃないですか、今度。13話でもそうだと思いますけども、多分ね、三船しゆり子ちゃんは、しばらくは出ない、少なくともしばらくは出ないだろうと、僕は思ってます。はい。というのもですね、スクスタのストーリー構成と、このね、12週間、ずっと見てきましたけれども、全然違ったわけじゃないですか、スクスタと物語展開が。三船しゆり子ちゃんが出てきたきっかけっていうのは、生徒会長の、選挙ですね。生徒会長を決める選挙で、三船しゆり子ちゃんというライバルが台頭したっていうことが、まずそもそものきっかけなわけですよ。で、スクールアイドル部同好会を廃止しますというふうに、廃部にしますというふうに言っちゃって、それでだいぶこうなんだろう。しゆり子ちゃんどうなるのみたいな感じの流れになってたわけですよね。そっからの10人目のメンバーと。ね。虹ヶ崎学園としては10人目のメンバーっていうのは、もうちゃんといるよと。テレビアニメではいませんけれども、ね。リアル活動をしていく上では、いますよと。3次元での活動をしていく上ではね。10人目のメンバーとしていますと。スクスタでも当然いますからね。っていうのがあったんですけれども、ただテレビアニメっていうね、焦点で見てみると、そもそもストーリーが生徒会長選挙なんてないわけじゃないですか。生徒会長選挙がないのに、そのゆうちゃんは音楽家への転入っていうのかな、転入を学科変更ですね。学科変更を希望を出したよと。海外留学行くかどうかはちょっとわかりませんけれども、音楽家へ行って、それで音楽の勉強をすると。で、音楽の勉強するってなったら、もしかしたら、ね、海外留学っていう風な流れになるのかもしれないですよね。だからそこが、もし今後将来的に2期、テレビアニメ2期が放送されるんだとしたら、そういった場面も出るかなっていうところなんですよ。そこでもしかしたら三船しゆり子ちゃんが出るかもしれないですよね。三船しゆり子ちゃんがその、音楽留学に行くタイミングで、もしくは音楽家へね、こう、転入して、そこから、しおりこちゃんが、生徒会長として、台頭するみたいな、感じになるかもしれないですよね。今まではですね、テレビアニメ2期放送決定っていうのはですね、13話の最後とかね、割とね、テレビアニメの放送が終わってから早い期間でね、もう2期放送って決まっていたんですけれども、今回ただちょっとやるのかが、正直、わからないんですよね、本当に。やる可能性結構高いと思いますけどね。高いとは思いますけども、ただね、なかなかこう読めないっていうところは正直ありますよね。わかんない。もしかしたらね、その最後ね、シルエットでね、シルエット姿でしおりこちゃんが出てきて、こんなスクールアイドルフェスティバル、スクールアイドル同好会は廃部にしますみたいな感じで一期が終われば、テレビアニメ一期が放送終了すれば、かなり面白い展開にはなりそうですけどね。2期どうなるんだみたいな感じの流れにはなりそうですけども、でも実際のところどうなんですかね。テレビアニメ2期も、やったらやったで、すごい面白い展開にね、なりそうですけども。それこそ、しおりこちゃんと、せつなちゃんとの、まずは生徒会長としての、戦い、生徒会長選としての選挙の戦いが、出るのかもしれないし、でも今のところね、しおりこちゃんって本当に出てませんから、どうなんだろう、同好会として動き出したっていう流れからして、スクスタとストーリー、ちょっと似せてるところはあるけど、完全には一致してないって流れだから、もしかしたら今後出ないかもしれないですよね。もしかしたら。テレビアニメでは出ないけど、リアル活動としては10人目のメンバーみたいな扱いになっちゃってるっていう、ちょっとね、アニメ
とそのスクスタと、あとリアル活動とで、ちょっとね、この、バランスがだいぶ異なっちゃってるって感じになってますから、だからそれを解消するって意味でも、もしかしたらテレビアニメ2期をもう、1期が評判良かったからじゃあやっちゃおうみたいな感じになっちゃって、そこで2期でしおりこちゃんをこうガンって出しちゃうみたいな感じになる可能性もありますけども、まあ、1期では少なくともね、もうあと1話しかありませんから、まあ、しおりこちゃん出ない可能性もそれなりにあると思いますけどもね。で、あとね、僕がね、気になったのはね、そのゆうちゃんですよね、高崎ゆうちゃん。12話で僕ガチで歌うんじゃないかなと思ってたんですけども、まさかのあゆむちゃんが、アウェイキングプロミスっていう曲を歌いましたよね。で、ゆうちゃんが今回歌わなかったんですよ。一応作曲はしてたじゃないですか、最後終盤、12話の終わりの時に。こうね、ピアノで演奏していて、まあ、自分ができるのはまだここまでかな、みたいな感じですごいね、音楽のことについてすごい勉強してるなって感じがしたんですけども、まあ、でもね、ああやってね、オリジナルのね、こう曲も作ってるってこともありますからね。もしかしたらね、いずれね、こう、ゆうちゃんが弾き語りって言うとあれですけども、弾き語りみたいな感じでこう、歌ってくれる日がね、来てくれたら、俺は嬉しいですね。ニキが来てくれたら、まあね、ゆうちゃんが歌う可能性ってのもあるんでしょうけども、ただね、メンバーすごい増えちゃいますよね。はい。しおりこちゃんもここで出てきて、で、ゆうちゃんも出てきたらなんか11人みたいな感じになっちゃってね、だいぶ展開がややこしくなりそうですけども。まあでもね、2期やるかやらないかは次回のね、13話でね、13話の最後でね、告知されるかもしれませんのでね、そこら辺はね、まあ皆さん楽しみにね、したいところですね。はい、もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価です。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、今回はテレビアニメ2期。ではですね、今回はテレビアニメ、アニガサキのですね、にですね、しおりこちゃんが来るかどうかってことについてですね、ちょっと雑談をいたしました。ではですね、ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。